オリバー・スミティーズは、イギリス出身のアメリカ合衆国の遺伝学者、ノーベル生理学、医学賞受賞者。ゲル電気営動法の開発、マリオ・カペッキとの組み換え遺伝子の総動組み換え法の開発によって知られる。これらによって、ノックアートマウスの製作や遺伝子標的法の技術を確立した。イギリス・ウェスト・ヨークシャー州のハリファクスで生まれた。彼自身が科学の道に入ったのは、 子供の頃にラジオや望遠鏡に強い興味を持ったからだと語っている。スミティーズは1946年に生理学科を主席で卒業し、その後科学の学位も取った。1951年にはオックスフォード大学ベリオールカレッジから生科学の博士号を取得した。スミティーズは医学部の奨学金の選考に落ち、科学を専攻することを志した。 1953年から1960年までの間、スミティーズはビザの問題でアメリカ合衆国に入国することができず、トロントのコンノート医学研究所で働いた。その後1960年から1988年までは、ウィスコンシン大学マディソン校で遺伝学の助手、助教授、教授として務めた。1988年以降は、 ノースカロライナ大学チャペルヒル校で病理学の教授をしている。また、リューク大学でも遺伝学の研究を行っている。スミティーズの成果は、脳法性繊維症の研究を大いに推し進め、他の人間の病気の研究にも適用されている。ゲル電気営動法の他に、彼は遺伝子標的法やより、人間に近い特徴を持ったマウスの作成法を開発した。 スミティーズとマリオ・カペッキはそれぞれ独立に遺伝子、標的法を開発したが、スミティーズがこの技術を開発したのは、ウィスコンシン大学にいる時だった。2002年スミティーズは、妻でノースカロライナ大学病理学教授の前田信代と、共に遺伝子組み換えで高血圧のマウスを作り出した。2016年12月に倒れるまで、 学会への出席や講演などの旅行がない限り1週間に7日間、研究室に出勤し自ら実験をする、生涯現役の研究者だった。2007年10月8日、スミティーズは、ユタ大学のマリオ・カペッキ、カーディフ大学のマーティン・エバンズと共に、マウスの肺性肝細胞を用いた、特定の遺伝子を改変する原理の発見により、 ノーベル生理学・医学賞を受賞したと発表された。これによりスミティーズはノースカロライナ大学チャペルヒル校で初のノーベル賞受賞者となった。この他に次のような多くの賞を受賞している。式格以上にもかかわらず、スミティーズは自家用機の運転免許を持っており、自家用機も3機所持している。現在はアメリカ合衆国に帰化している。 現在の妻の前田信夫と出会う前に、ウィスコンシン大学の研究者のルイス・キッツへと結婚していた。前田がウィスコンシン大学を辞めて、ノースカロライナ大学に移ると、スミティーズもノースカロライナ大学チャペルヒルコに移籍した。ありがとうございます。